はい、どうも、こみです。さて、本日は関西クラクラクラブからお届けしてまいります。今日はですね、ドラゴンライダーの考察をしていきたいと思います。ドラゴンライダーって今回ね、体力が減っちゃったんですよね。まあこれもね、僕からすると結構使うユニットだったんで悲しいなっていう気がするんですけど、まあ、どれくらい減ったかっていうとこんな感じですね。のレベル2、つまりタウンホール13においては100で、タウンホール14においては200減ったんですね。でもこの減少幅って実はめっちゃ少なくって、これ赤爆弾1個あのダメージ290なんですよね。この赤爆弾1発食らうよりも少ないダメージ減少量なんですよ。あんま刺激をねえんじゃねえのっていうふうに思う方が多分多いんじゃないかと思うんだけど、僕はね、逆にこっちの影響ってスパドラよりも あるんじゃないのかなっていう気がしてんすよね。まあ、その辺を今日はお話ししていこうと思うんですけども、まあ、まず前提として、じゃあこのユニットが使えなくなっちゃったのっていうふうに、ね、考えるところから始めていこうと思うんですが、結論から言うと、強い時は強いんですよね。普通に強い時は強いと思います。これ、リュウさんの防衛リプですけども、スパドラがね、ドラゴンライダーがこっちからこう入ってくるんですよ、ガーって入ってくるんですよ。で、これまずタウンスニゴブね、これタウンスニゴブを当てていって、ここを壊していきながら、ヒーローこっち方面崩していって、ドラゴンライダーガーって、まあ、簡単に言うとそんなプランなんだけど、まあ、普通にね、圧倒的に全開してきます。うまいなっていうのがまず、あるんだけど、まあ、それ以上に、ドラゴンライダーの影響って、そんな弱体化の影響ってないなっていう、まあ、それをね、思わせてくれるんですよ。でもね、やっぱそこをね、必ずしもそういう時ばっかじゃないっていうことね、をちょっと、お伝えしたいと思って動画回してます。いや、もうこれ、タウンスニゴブってやっぱいいよね。確実に星2が取れるし、取れなかった場合でも、その後ヒーローパートでリカバリーかけるとか、まあ、いろんなバックアップが取れるので、まあ、大事故を起こして星1になっちゃうっていうリスクは少ないんでね、まあ、そういった意味では、この攻め方がすごくいいなと思うんだけど、でもこんな格好で、ゴーッとこの、ウッドもうまいな。さあ、で、ここからですね、出てきましたね。これ、ドラゴンライダー。広めに出してきましたね。で、対空砲と一体視になっちゃったりとかしてるけど、まあ別にこういうところは問題なく突破していきます、ドラゴンライダーね。体力減ったからといって、じゃあこれで対空砲とのワンオンワンができなくなるかっていうと、そんなこともないんですよ。普通に突破します。で、そこからグランドウォーデンがついていって、ないね。違うわ。グランドウォーデンないから、普通に体力、そこへ効果食らってないんですけど、ほら、こんな格好でさ、わかるかな？全然なんか影響受けてないような感じでゴリ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 進んでいくんですよね。こういう風に赤ゲージになったりもしてるけど、まあこれが別に今までだったらもうちょっとだけ体力が多かったっていうぐらいなんですよ。だからなんちゅうんかな、あ、そう、こっちもそうね、マルチインフェルノのとこ当たっててフリーズ一発使って、でもこれでちゃんとマルチ壊してくれますからね、こういう風に。まあ今までだったらこれがもう一個ここにの大工さんまで伸びたのかもしんないけど、まあそのぐらいの影響だから言いたいのは、ちゃんと使いどころっていうのを見極めて使えば、自分が壊したい部分を壊してくれなくなるほどの強烈な下方修正ではないよねって話なんですね、これも。なんだけど、やっぱね、スーパードラゴンと違うところは、これ無差別ではなくて、防衛施設とワンオンワンする場面っていうのがすごく多いんですよね。で、今回みたいに、ちゃんと一体一体のドラゴンライダーに気を使ってケアしてあげれば、まあいけるんだけど、なんていうのかな。今までだったら、やっぱりドラゴンライダーの場合ね、今までだったら、ここの1個防衛壊すことができたんだけど、今回の200の HP ダウンで1個壊せなかったみたいな場面っていうのが、スーパードラゴンに比べて圧倒的に多いと思います。ドラゴンライダーの方が。で、今から見てもらいたいのはそういうところなんですね。これ見てほしいんですけども、また防衛の方のね、リプレイになっちゃうんだけど、カンクラメンバーあんまね、ドラゴンライダー最近使わないんだよね。多分、今現在のその下方修正の効果を見極めてんだと思うんだけど、使わないからさ、ちょっとなんか、ね、防衛リプばっかになっちゃって申し訳ねえなーっていう気が、まあ若干するっちゃするんだけど、これね、これなんですよ。ドラゴンライダー、キングクイーン、ここ行くじゃん？あ、違うわ。これ、突撃カンスパイですか。
特技カスパでガーッとここに打っていきますね。で、ドラゴンライダーをこの面からズバーッとこう出していくんですね。で、最後ね、ここにドラゴンライダーが差し掛かるときに、まあ、そこの、差し掛かったときの、なんだ、伸び方を見てほしいんですけど、多分ね、これ突撃監視されて3ゴール取るはずだったんだよね。で、おそらく取ってしまって、で、この部分、キングクイーンっていうね、格好で行きたかったんだけど、まんまとね、残ってしまって、これはかわいそうだったよね。もうリカバリーでここにヒーローを打ち込むしかなくなっちゃったから、もうキングクイーン出したんだろうなって感じなんだけど。まあまあ、それでもね、ドラゴンライダーがやっぱ伸びるんですよ。伸びるんですよ、マジで。で、まあ、その、まあ、伸びっぷりをね、見てもらいながら、んー、でも今までだったら前回取れたんだけど、今回の下方修正で取れなくなっちゃったなってところも含めて、まあ、この1本で見てもらえると思います。リカバリーですね。キングクイーンをタウンの方に向かわせていって、ここのね、ヒーロー2体は多分思いのほかコストとしてはでかかっただろうな。インビジブルをかけてキングを守っていきながらタウンホールを落とすという狙いだったと思うんですけども、シングルに捕まりましたね。これ惜しかったな。ただまあ、クイーンがこの部分ノーダメージね、ギリギリですけど、ノーダメージゾーンで相手のラバーハウンドと、アイスゴーレム処理できてるんで、これでかいですね。さあ、上の方からできます。ドラゴンライダーのコンビですね。ドラゴンハイブリッド、この面からっていきます。まあ、黒いですけども、こっちの部分っていうのはキングとクイーンで、本来はおそらく見えるはずだった部分なんですけども、もうそこで、ね、キングクイーン使っちゃったんで押し切っていこうという格好ですね。レイジをかけてドラゴンを盾にしながらドラゴンライダー進めていきます。ただまあ、ドラゴンライダーもやっぱね、その射程が短くなった影響で、ここでトームが溶けたとだんだん数減っちゃうのよね。こういうとこあーちゃんに打たれたりしてね、こういう風にこういうとこですかね。で、まあ、このね、細かいところはいいと思います。まあ、とりあえず無視しますね。大きなところとして、この辺に差し掛かった時のドラゴンライダー、この2体の仕事っぷり見てほしいんですよ。まずはドラゴンがしっかり盾になってくれて、前線で張ってるので、クロスボウ、対空砲のダメージをドラゴンが受けていきますね。で、受けきれなくなって、もう剥き出しになったドラゴンライダー、ここからダメージ食らっていくんですけども、はい、こんな感じ。ドン、ドン、ドンと撃たれていって、これね、フリーズをかける、うまいですね。いい感じなんだけど、投石機が、ギリギリ折れるか、折れたっていう感じで、さらにこれ、ここね、これ対空砲がもう一発っていうところなんだよ。これ対空砲ギリ今さ折れてたらさ、このアーチャー砲までもしかしたらドラゴンライダーが殴ってくれて、グランドウォーでもね、こっちのアーチャー砲に竹取ってくれたかもしれないですよね。で、こういう風なギリギリの場面において、やっぱり防衛施設を壊す、まあ、超重要な仕事をするユニットだからこそ、この体力200の減少が効いてきて、ドラゴンライダーの一発二発が入んなくなっちゃう。この影響が今みたいに大きく出てくるっていうことはやっぱりね、起こり得るかなと思います。今ドラゴンライダー2体がいて、対空砲とこうマッチングしっていうかね、向かい合ってたんですけども、この2体が400の、合計ね、HP、今回の下方修正で1体200だから、かける2で400削られてるわけなんですよね。この400の効果っていうのは今多分如実に現れたかなっていう感じがしますよね。こういうそのスーパードラゴンみたいにもうゴリゴリもうなんだけど、もうダンプカーみたいな感じで押していくようなユニットっていうのは、そんなに300ぐらい減ったからって言って、まあ、大した影響を受けないんじゃないかなって僕は思うんだけど、ドラゴンライダーみたいな防衛と一体してマッチングするのが仕事っていうユニットは、一個防衛削れなかった場合の効果がすんげーでかいので、そういった意味で、このね、下方修正は原因じゃねえわ。影響大きいんじゃないかなっていう気がしますね。はい。で、もう一本、見てほしいな。これですね。カズさんのアタック。カズさんね、すいません。前回取ってるアタックいっぱいあったんだけどさ、ちょっと今回はドラゴンライダーを使ってるアタックがあんまなかったんで、失敗したアタックをね、ごめん、ちょっと出しちゃいます。はい。ただ、このアタックもすごいプランニングとしてはうまいんですよ。めちゃくちゃうまくって。で、惜しかったのよね。惜しかったんだけど、どうだろう。これね、微妙。個人的にはこの攻めにおいて、ドラゴンライダーのHP 下方修正の影響はなかったと思ってんだけど、多分ね、ここのね、テスラにやられたのが、僕は多分ほぼほぼ全てだと思うんですよね。このテスラで、本来2個ぐらいかなで済むはずだったバルーンを、まあ、4個使わされちゃった。ロケットバルーンね。っていうところが、おそらく、この攻めが前回にいかなかった、もう、決定的なポイントだと思ってんだけど、まあ見ていきましょうかね。
まずここの部分、相手のグランドオーデンクロスボウがあったりする、まあ、比較的火力の高い部分ですね、スケルトン2個打っていきます。打っていって、ドラゴンにドラゴン、インドラ、さらに後ろからドラゴンライダーというね、ドラゴンの3体ハイブリッド型で攻めていきます。インドラが全部ね、こっちに取れちゃったのが、まあ、良くなかったかもしれないね。ちょっとね。なんだけども、はい、これ、ドラゴンライダーの体力が赤ゲージになったんで、この辺から見ていきましょうか。こいつらって別に、もう200があったら何かをしたかっていうと、これ見ての通り、あんま多分ね、しないんですよ。結局。まあ、遠目かかってるから、ダメージ減ってません。両方ともこれ赤ですね。で、ここ、レイジをかけて、はい、この今、フォーミングで倒れましたけども、多分これ300は、200体力が多くても、多分フォーミングで死にましたね。で、ここ、はい、また、ドラゴンライダー起こしましたけども、別に、200高かったからといって、これ以上なんか仕事したかって言ったら、多分しないですよね。ほぼほぼ何もしないと思います。でこんなもんなんですよね。影響として現れるその確率っていうのはそんなに高くないから、しっかりやっぱりそのプラン通り、今のそのカズさんのパターンで言ったら、こっち側ねにイントラがガーって流れちゃったのがね、こいつらがもうそれは多分ね結構痛かったのと、ここの対空砲削るのに、ロケットバルーンを結構かける4されちゃったので、ここにね本当は対空砲があるから、ここにかける2でも打ち込めたかったんだと思うんですよ。打ち込めなかったっていうところが、今回の前回逃した範囲だったんじゃないかなと個人的には思うんだけど、っていうところですよね。だから、200減った影響、体力が200減ったドラゴンライダーの影響っていうのは、まあ、さほど、僕は、なんていうのかな、大きくはないと思う。大きくはないんですけども、スーパードラゴンに比べれば、やっぱり防衛を壊すっていう仕事の今やその役割上、あと一歩っていう部分が出てきやすくなるので、その200のね、HP 減少分の影響は表面化しやすいかなっていうところですね。まあ、ただ、これもくどいけど、今までやれていた戦術っていうのが、今回の下方修正でやれなくなっちゃったりとか、いうことは多分ないです。しっかりと前回取れるプランを組んで、それを実行することができれば、きちんと伸びると思います。ただ、まあ、その曖昧にプランを組んで、適当にもう運任せでユニットをこうね、流していくとかいうような攻め方になっちゃってたりとか、あとはプランがちょっと崩れてばらけちゃったりとかね、そういう場合には、今まで、やっぱりご利用せていた部分っていうのが、ご利用せなくなってくるし。まあ、だからさっきの、2本目かなの、防衛のアタックですよね。ああいうパターンで、カサの防衛のアタックね。ああいうパターンで、ドラゴンライダーの体力の減少っていうのが効いてきちゃうので。まあ、だから、あんまり怖がらなくてもいいんだけども、雑な攻めはやっぱり、もうこれから先通用しないよっていうところですね。まあ、それが、ドラゴンライダーに関する、まあ、考察でした。いやー、でもどうだろうね。まあ、これもさ、1ヶ月ぐらい使っていくとまた、まあ、これが当たり前になってきちゃうから、気にならないのかもしれないけど、まあ、だからドラゴンライダー強すぎたんですよね。そもそもが。射程距離短くさせられて、で、さらに体力も削られて、これだけ、いじめを受けてるユニットだったから、もともとがね、まあ、相当強かったんだろうな、と、まあ、いうことなんじゃないかと思いますけどね。はい。というところで、以上、ドラゴンライダーの考察でした。というところでですね、僕のチャンネルこんな形でクラン対戦の解説の動画中心にやってます。3ホール13、14を、メインに扱っておりますが、たまに12もやるかもしれませんって感じですね。動画いいなと思ったらグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。そしてこれからもご視聴いただけたら嬉しいです。では本日も最後までご視聴どうもありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。